ルブルジェ航空宇宙博物館に展示された SO-6000 トリトン N3 手動ウエスト SO-6000 トライトンはフランスの最初のジェット機である1940年代にシュドウエストで製造された1943年にドイツ占領下で秘密のプロジェクトとしてルシアン・サーバンティの下で設計が始められた第二次世界大戦後 フランス政府から5機の試作が求められた。複座の機体で最初フランスで設計されたラテアウ、アンクショナズ GTS-65 ジェットエンジンの搭載が計画されたが、エンジン開発の遅れから、最初の試作機は、ドイツ製のユニカース U も 004BE にエンジンが取り付けられ、1946年11月11日、ダニエル・ラステルの操縦で初飛行した。 2号機は地上試験に用いられ、3号機から5号機まではライセンス製造されたロールスロイスニーニエンジンが搭載された。開発は中止され、実用化されることはなかった。ありがとうございます。